不管你换在哪里，ここから手突っ込んで、こうやってこう、で今度はこっちのここを、あれ、左でやる。さすが漢字の通りイワシですね。あれ。取れない？いきなりしか取れないんだ。そうなんだ。息が悪きゃ取れない。でもこれでだ。息が悪いの前提ね。で、ここを。イワシだけど本当に大丈夫ですよ。あ、イワシでやんねん。だ手で裂いていくから。大丈夫。きれいに取れました。これは取んなきゃいけない。これちょっと待って。ちょっとペーパータオルを引いて。ペーパータオル、ペーパータオル。これ1枚じゃなくて2枚とかや。でこれこうやって水切りして、だからお前今切ってやるから、こうやったらこれこう切ったらお腹まで切っちゃうの。うん、別に構わない。ここは骨だらけだから食えないから。へえ。それで半分ここに背のとこに骨があるから、で今度ここからここにも骨が開くから、これでこう、だから土浦の市場だってよ。何をお弁当箱。あ、お弁当箱ですね。お弁当箱か。なんかランチ持ってどこ行くんだよお前。登山行くのか。困って登山になっちゃう。本当だよ。で自分がこれをやってみれば、こうしてここに入れると骨があったらちょうど分かるから。どこに入れるの。ここの中ぐーっと入れると、あ、いた、骨があるからどっちかにずれたんでしょ。でももっと上までギュッと突っ込んで指を入れて、あー骨こっち側に来た。うん、そしたら今度反対だから、うん、今度こっち側を取っていくの。こっち側を取るの。 こっち側を取るの。うん、骨を。あ、身が取れちゃった。いいよこれ。最初ですね。あ、なんか崩れちゃった。今度、内側の方から。そうそう。内側を、いや、崩れてもよく向きだよ。こっからこうやっていけば。あ、身が取れちゃった。全部。なんでよ、ほら。ほら。ああ。ああ。修正不可能。修正不可能じゃないよ。修正はするよ、こうやって。そしたらその時はこれを叩いてつみれにすればいいんだよ。イワシついちゃった肉、今叩きいいじゃん。ここ骨に。こんなでございます。あ、初めてやったのにボロボロです。美味しそうです。でもこっち並べれば分かります。並べれば分かりません、うん。これがこのまま、これでどうするの。違う皿に入れるの。振ったら、うん、見る。ああ、あるんだ、白い皿。じゃあ止まって、ここ洗っちゃう。
腰そこ。これ？うん。おお、もうはい、この中入れて、そしたら片栗粉の中へ。ちょっと待って、まだ保証してないよ。早くしてよ。はい、はい、そんなになくてもいいから別に。はい、こっちもやりましたって感じ。そしたらここに片栗入ったからこうしてやるんです。そうすれば汚れないで済むから。終わった。なるほどね。そしたら海の魚だから、沖縄から。海は目から川は川から、うん、あーボロボロなのがある。誰のせい。よいしょ。ほら、仕込んで。はい、こんな感じ。少し入れて。こっちもやった？やった。やった。やった。でもこれ作りながら何個味見したの？味見はしてないよ。端っこだけ。かなりやってます。してないよ、本当に。しなきゃダメだよ。してないよ、お腹ではねえけど。本当だもんだって。これはダイエットいっぱいしてるけど、ほっこりお腹、こんなことだったよ。すごいでっからでしょ。いい匂いだね。まだだ、この芽出るとき、ね、この芽ができたら裏返しした時にはもっと弱くていい。これここなんだよな。ちょっと待って、さっきいや、さっきちょっと強火でもよかった。ボロボロなのは取れないね。いつになってもボロボロでございますと。お酒入りました。はい、お酒入れたらお砂糖とお醤油です。お砂糖はこれね。はい、大さじ何杯か分かりません。はい、大さじ1杯半ぐらいです、うん、で醤油はちょっと、醤油はちょっとです。はい、気持ち、気持ちです。気持ち入りました。でももうちょいぐらい入って、もうちょい
アルコールが飛んでます。アルコール飛ばしてます。わかりました。味見で。うまいじゃない？知らない。身の方から入れます。身の方から入れます。よろしくお願いします。じゃあもうこれ片栗入ってるから。とろみがつきます。片栗が入ってるので。あのあれ。お皿。お皿？うん、長いお皿？違う。え、お魚のお皿でね、あるお魚のこの三月のお皿、うん、四枚、三枚、なんかお母さんのバサッちっちゃった、つばみついちゃったな、よし、あら、黒いのやな、これなんかきた、あんま綺麗に見えない、ね、いいよね、黒で違うよ、よそった感じじゃ綺麗にしない。いいよ、食べる人はいいってやってんの。よう、写真写り。写真写りじゃない。動画だもん。動画だと思います。いい、綺麗じゃんね。美味しそうです。ちょっとあと2枚のタレがなくなっちゃったよ。トマトも食わなきゃいけないの。トマトもあるし。トマトはいいですよ。これ誰？二枚。ほら終わり。まだ2枚残ってる。